いや、富士山、またこう作品もっと見たいって気持ちに。はい、すいません。よろしくお願いします。お願いします。明けましておめでとうですね。ありがとうございます。新年一発目のお仕事っていう。そうなんですよね。はい、そうなんです。これまたね、この素晴らしいお仕事で。もう感動しております。でこの、まあ、優雅な展覧会のゲストがジャガーさん、はい、お二人という、うん、びっくりしました、選ばれて。ねえ、いやでもね、僕思ったんですけど、うん、いや本当にちょっとね、自分の妻ですけど似合うなというか綺麗だなと思うんですよね、うん、やっぱ作品のおかげですかね。それは間違いないと思います。あのすごく落ち着くんですよ、うん、あのこの着物着やすいし、すごく落ち着くので、こうおしとやかに慣れそうな感じがするから、あんまり怒ってないね、来てからね。ちょっとね、変わりましたね。これまた脱いだら変わっちゃうのかもしれませんけどね。かもしれない。ずっと着てなさいっていう感じになってしまうかもしれない。より惚れ直したんじゃないですか。いや、本当ですよ、うん、今までもね、着物は何回か目にしたことありますけど、うん、いやちょっと今日は一段とね、ちょっとまたこの帯が素晴らしい。素晴らしいね。ちょっとね、素晴らしいですよ、本当に。もう私にはもったいないぐらい着たら失礼じゃないかと思って、ドキドキしちゃった、着るとき、本当に。今年に入って喧嘩はされたんですか？12時過ぎた途端に、年の、ね、年越しでね、変わり目。年越しで殴られてますからね。もう今年は文句言うのやめ、やめよう、やめようと思ったんですけど、12時過ぎて途端に腹が立つこと言ったので、12時1分経たない時代ね。いやでもね、こう4姉妹いるじゃないですか、うん。全員そうでしたからね。やっぱり似てるんだなと思いましたよ。ちょっと安心したんですよ。安心しました。だいぶ大志くんも大きくなってきてるじゃないですか。まあ、あの2歳でね、本当に聞かなくなりました。おかげさまで ね、 ね、あのやはりこうカメラに撮っていただくことが多いので、うん、5、4、3、2、1、どうぞって言います。そう言うんですよ、本当にいるんですよ、カメラ向けるとそう言うんですよ、先ほど恐ろしいです ね、 ね、でもカメラ慣れしてるということ。そうですよね、あの写すか、あの写真撮るカメラは親がやると絶対違う方向くんですけど、あの他人の方のはニコニコしたりピースしたりするんですよ。人見てるんですかね。ねえ、恐ろしいね。でも将来は芸能人。いやいやいや、それはね、ないね。いや、本人の意思でしょ。急にいつ変わったのそれ。今年。じゃあ本人の意思を尊重したいんだよ。そうなの、うん、いやいや、じゃあ勉強してね、やっぱり東大に行ってもらわないとね。何を言ってんの、本当にあんたは。学歴が過ぎてじゃないんだよ、あんた。あんまとこっちゃった。できない。お二人の仲は大丈夫ですか？大事ですか？ラブラブですか？普通じゃない。いや、ラブラブですよ。まあでも、もう何回もチューしてるね。今年に入って初チューはされたんですか？初チューは何回も年中してるので、挨拶代わりの。まあチュー以上はしてないですよ。聞いてないっての。この着物着て殴らせないでよ。すいません、すいません。本当に。おしとやかに、そういうあなた。だから変なことを暴言言わないでください。あのおめでたいチューを見せていただけない？はい、もちろんです。え、ほんまの、ね、おしとやかな傷ってそんな感じじゃないんじゃない？タコみたいな、そんな。どういうのがいいでしょうか？おしとやかよ、あなた。何待ってんだよ。それおしとやかなの、これ。気持ち悪いんじゃないの？何よ、フレンチキス。いや、ほんとちょっと汗ばみますよね。いや、毎回ほんと恥ずかしいんですよ、僕、うん、でもなんかちょっとね、挨拶ですから、大事の、うん、はい、今年の意気込みを。あ、もう意気込みはですね、やっぱりもう家族3人 ね、まあ、できれば4人になれればね、本当はいいんですけどね。本当にできませんかね、もう。でも頑張ろうと思ってるんですよ。皆さん本当にね、あの高齢出産の方も多いようなので、とにかくこう元気になってみんなで頑張ろうっていう気持ちで、私も2人目ね、一生懸命頑張りたいと思ってますので、ね、なんとかね、はい、先生が頑張らなきゃ。ドキ。そうだよ、ドキ。最後ちょっとテレビにもちょっと目線ください。
失礼します。